皆さん、こんにちは。女子服大好き緑川です。今日は、特急北斗14号に乗車中、北海道の苫小牧市に来ています。飛行機で北海道へ来るときに見えた場所です。まもなく苫小牧です。停車時間はわずかです。沼の端駅の手前で室蘭本線と合流、その先に苫小牧貨物駅はあります。ここには北海道炭鉱鉄道の苫小牧駅が設置され、その後苫小牧操車場となりました。今は苫小牧貨物駅と名称が変更となりましたが、以前はとても規模が大きかったのです。はじめは炭鉱の拠点、岩見沢と室蘭港を結ぶ中間点。1908年から王子製紙の専用線ができました。この頃から苫小牧は製紙業の町として発展します。1963年に苫小牧に港ができると企業が進出。進出した企業が資本参加し、苫小牧港開発株式会社の専用線ができました。その後、国鉄も資本参加します。苫小牧操車場経由で、夕張の二炭鉱、芦別、ポン別、茂尻からの石炭車が到着する拠点となったのです。この他の企業からも、目室への化学薬品輸送、東北、関東への塩素の輸送、旭川への飼料の輸送や石油輸送など、室蘭本線とともに、北海道の産業を支える、貨物輸送の一大拠点だったのです。それでは室蘭本線を進みましょう。苫小牧駅の乗車は約3400人、人口16万8000人の苫小牧市に位置します。苫小牧駅では多くの方が降りていきました。上り別に止まります。まもなく
白老です。うがいぬころこたん、どこいおるんかゆくるあな、白老おったらやん。ただいまの放送はアイヌ語で、民族共生象徴空間ぬこぽいへおいでのお客様は白老でお降りくださいとご案内いたしました。お乗り換えの列車ご案内いたします。東室蘭行き普通列車1番線から15時14分です。 Ladies and gentlemen, we will soon make a brief stop at 白老. Stops at stations are brief. If you are getting offPlease make preparations in good time. Check to make sure that you have not left anything behind and wait at the doors. The stop after 白老is 上り別。白老駅の乗車は約660人、人口1万5000人の白老町に位置します。列車ご案内いたします。東室蘭行き普通列車2番線から15時36分です。 Ladies and gentlemen, we will soon make a brief stop at 上り別。 Stops at stations are brief. If you are getting off, please make preparations in good time. Check to make sure that you have not left anything behind and wait at the doors. Watch your step when you get off, especially passengers with childrenThe stop after 上り別 is 東室蘭。Thank you. 上り別駅構内には線路を補修するマルチプル対タンパーがありました。レール交換する運搬車もあるので、保線基地として活用されているようです。上り別駅からは1891年から1933年まで上り別温泉軌道が走っておりました。上り別温泉の観光開発で整備され、はじめは馬車鉄道でした。上り別駅は乗車が380人、人口4万5000人の上り別市に位置します。次の停車駅は東室蘭です。チケットホルダーをご利用のお客様は、切符の取り忘れにもご注意ください。出口は右側です。東室蘭の次は、伊達門別に停まります。まもなく東室蘭です。乗り換えの列車ご案内いたします。上西五本方面室蘭行き普通列車、3番線から15時ちょうどです。Ladies and gentlemen, we will soon make a brief stop at...東室蘭。
stops at stations are brief. If you are getting off, please make preparations in good time, check to make sure that you have not left anything behind, and wait at the doors. The stop after Higashimuroran is Datemonbetsu. Thank you.各位旅客您好，列车即将到达东市兰站，列车停车时间很短，请下车的旅客提前做好准备，在门口等候下车，谢谢您。まもなく東室蘭駅に到着です。おととい来た時は暗くて何も見えませんでしたが、室蘭本線が貨物でにぎわっていた時代の名残を見ることができます。現在は JR 貨物の東室蘭駅としてコンテナ貨物や臨時の車扱い貨物を取り扱っています。今でも通称として東室蘭操車場とも呼ばれているようです。この先揺れることがありますのでお気をつけください。東室蘭に到着いたします。ドア付近にお立ちのお客様は開くドアにお気をつけください。またお降りの際は足元にご注意ください。ちなみに操車場とは行き先別に貨車の組み替えを行う場所であったり留置している場所のことです。石炭輸送にはご覧のように広大な敷地が必要だったのです。室蘭本線は50年前も旅客は13往復の路線でした。複線で電化された理由は石炭列車がそれだけ多く運行されていた証なのです。全盛期は640メートルの長さの石炭列車が運行されています。電車の長さは1両約20メートル。その長さを実感いただけると思います。そして運ばれてきた石炭列車は室蘭港方面へ。ここからさらに新日鉄の製鉄所やセメント工場の専用線へ向かうことになります。全盛期の室蘭駅の駅員さんは420人が働き、2万8000人の乗降があったそうです。この背景から読み取ると、隣の登別駅から温泉へ観光用の鉄道ができたこともうなずけます。東室蘭駅の現在は乗降1800人、室蘭市の人口は約7万9000人です。札幌からここまでは交流電化区間です。電車特急スズラン号も運行されており、北斗号と合わせて約30分から40分間隔で運行されています。次回も特急北斗号で室蘭本線の続きをお届けします。ご視聴いただきありがとうございました。